森田秀政、スポルティングと契約延長合意報道。森田の契約延長はかねて報じられていたが、正式発表間近となっているようだ。現行契約は2026年夏までとなっている中、期間は28年夏まで延長し、年俸は45万ユーロ約7300万円から75万ユーロ約1億2000万円にアップするという。契約解除金も4500万ユーロ約74億円から6000万ユーロ約98億円に増額されるとのこと。ただ、スポルティングを指揮するルーベン・アモリム監督が、イングランドプレミアリーグのリバプール次期監督に浮上。同監督は、森田を高く評価していることから、同行を希望する可能性もないとは言い切れない。森田の今夏の動きも注目されそうだ。この年俸見て、ポルトガルに行きたい人いるのかな？契約解除金と年俸が釣り合わない。年俸と契約解除金のアンバランスさに驚く。解除金も高額だし、良い契約なのかわからないが、それを超越して森田としてはプレイしたいんだろうね。怪我で出てないと目安の8分の1の年俸。確かに契約解除金と全然見合ってない。代理人が無能すぎる。ステップアップしてほしいけど優勝しそうだし、スポルティングよりいいチームはなかなかないよな。大した年俸でないのに高額な契約解除金。森田ならプレミアでもやれそうなんだけどな。監督と共にリバプール行けば、渡る選手もいるし、年俸もかなり上がるんちゃうん。ブンデスやプレミア界の方が全然高いし、変な違約金も儲けないから、トランスファーしやすいし。今後、日本人がポルトガルに夢を見なくなるな。年俸安いね。森田が今 J リーグにいたらもっともらえそう。年俸が J リーガーレベル、J リーグの日本代表の方がもうちょいもらってるからな。アモリム監督、一緒に森田とエースのゲケレシュをリバプールに連れてきてくれ。当チャンネルは小ネタやネット反応集の他にもゆっくり解説動画でサッカー解説もやってます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになります。ゆっくりしていってね。